はい、皆さんこんにちは。それでは今回からシムズ4をやっていきたいと思います。それではやっていきましょうか。で、ニューゲームかな。はい、なんだ、容姿をカスタマイズできる。はい、若者、大人、シニア、年代、若者がいいんですかね。どうなんだろう。大人ってどれぐらいの範囲なんだろう。若者にしてみましょうか。いや、どうかな。年寄りの方がいいのかな。週末は、家の中でゆっくりしたらいいんじゃない。少しひねった展開は。ひねった、好きなひねった展開か。ヒーローが悪役。今夜はスポーツの 大試合、大試合。何をする。いや、キャプテンとかめんどくさいな。観戦してる方がいいんじゃないの。強盗をするとしたら自分の役目は頭脳役でいいんじゃないの。新しい人と知り合ったらどうやって印象付けよう。いたずら？コレクション。同僚に意見を聞いてもらうには、ジョークを言う。友達や子供の面倒を見てもらいたがっている。保育士を雇いなさい。一番の物語は。なんだろう、ハッピーエンドでいいんじゃないの？夜のお楽しみ。望遠鏡、テレビ。テレビ、次の一手を計画。ああ、なるほどね。なんだろう、テレビでも、次の一手の方がいいんじゃない？自分のために、誰かに意地悪する。家族と一緒に過ごしたらいいんじゃないの？女なの？あらが、なかなかだね。で、どうしたらいいのこれ。私はどんなシム？犯罪者。犯罪者ってお前どういうことやねん。いたずら、スキル、コメディ、論理学。とんでもないな。俺犯罪者でやんないといけないの？これでどうしたらいいの？世帯ってなんだ？これ変えれんのかな？変えれるんだ。こうやって男と女って変えれんのこれ。ランダム？うわっ！まあランダムでなんかいいのあんじゃないの。あ、これいいじゃんこれ。これいいんじゃないのこれ。こんなのもあるんだね。犯罪者なんだよね。これなんで女なんだ。これ男にする方法ないの。あ、名前。セレスティ、アンダーソン、ブラウン、マーティン。なんだろう。なんかいいのないのかな。これ男にできないの？どうしたらいいの？男に。男にする方法ないのこれ。どういうことなのこれ。アイデンティティ。ああ、これなんかあるんだ。ああ、これ変えれるんだ。ああ、どういうことね。おお、これいいじゃん、これ。これでいいんじゃないのこれ。これいいじゃん。犯罪者っぽくない？他になんかないかな。アフロいいよね。
The Lange. Manarsko? Skimbo Unabla. あー、この人いいよね、この人。へぇ。これでいいんじゃないかな、これで。これ何これ、大人。ピニア。あー、変わるんだ、へぇ。レイニック。ウーフロン。オミーヴァ。あ、これでいいんじゃない、これで。で、声は何これ。これで、これ大体こんな感じいいんじゃないの。で、服装はおっさん、お前。あ、こんなんいるよね、これね。やばいな、これ。あ、でも犯罪者なんで、渋めで行った方がいいんじゃない？結構できる感じの方がいいんじゃないかな。どうしようかな。あ、なんかこういうのいそうだよね。結構かっこ、あ、かっこいいじゃん、おっさん。おっさんかっこよくな、これ。おっさんかっこいいな。俺あれだよね。これ何これ。これなんだこれ。あ、お腹か。何言うとんねんお前。まあでもこれぐらいの方がいいんじゃないかな。こういうほらなんかなんだっけ、あの結婚詐欺師とかいるよね。まあ、こんなハゲに。あ、でもこれでいいんじゃないかな。あ、でもこれかっこいいよね、これ。かっこよすぎるとなんか腹立つんでやめましょうか。あ、でもかっこいいじゃん。あ、おっさんかっこいいな。渋くないこれ。いいね。あ、これはだける感じやる？エロいね。いや、もうやばいな、これ。これだけでもうずっと終わるんじゃないこれ。あ、でもなんかビジネスマンっぽいよな。でもこれは、え、これ犯罪者だよね。違ったっけ？え？犯罪者だよね。犯罪者。そうだね。あ、こういう人いるよね。映画でね。いるよな。まあ、あんまりね、突拍子もない感じにはしたくないんでね。まあ、頭が突拍子もないんだけど、すでに。おほほほ。どれがいいかな？悩むよな。あ、こういうのもいるよね。映画監督にいそうじゃない？これ。映画監督じゃないよ、これ。あー、渋いな。かっこいいじゃん。これって服装とか、後で変えれんのかな？どうなんだろう。変えれないんなら、これ、めちゃくちゃ考えないといけないよね。どうだろう。あー、でもなー。これかな。うさんくさいんだよな。これか、こういうのかっこいいんだよな。おい、結構何でも着こなすよね、この人。結構いけてないこれ。ほら。敏腕プロデューサーみたいな感じじゃない？いいね。かわいいじゃん、ちょっと。かわいく見えてきたわ。あ、犯罪者っぽくないこれ。安いな。おお、そうなんだ。パンクロッカー的な。あー、どうかな。ちょっと勘違いしてる風に行く？あ、こういう一丁羅もあるんだ。ダース・ベイダーじゃん。あ、そういうのあるんだ。へえ。
あ、これボバじゃん。あ、これルーク？そうなんだ。こういうのあるんだね。あー、でもどうかねー。あ、これかっこいいじゃん。やめたれ。待って、今さっきの何？どこ行った？これちょっと決めれないな。どうしよう。今日多分これだけで終わるわ。まあそれでもいいよね。楽しいし。これかっこよくね、これ。これ何これ？なんだこれ？パンツ？ああ。どうかな。ああ、これか。これはでも赤すぎるか。いや、もうちょっとシュッとしてる方がいいよね。いや、意外にないんだね。あ、そうなんだ。意外にないんだ、これ。意外にないんだな。そうか。まあ、白い、いや、もうちょっとなんかいいのないのかな。これどうだっけ、お尻どうなってんのこれ。上がやっぱちょっと違うよな。やっぱさっきのこれの方がいいかな。ダッサ。これ最初のどんなズボンだっけ、忘れたわ。これだっけ。いや、でもこれだとさすがにちょっとあれか。何でも着こなすんですが、犯罪者っていうのがね、ちょっと難しいんだよな。これあんまりやりすぎても、実は普通っぽいんだけど、犯罪者みたいな、普通じゃねえよな。なんかいいのないかな。これのもうちょっとなんか違うのあればな。あ、これ色変えれるんだ。ああ派手すぎ。ダメだ。いいのないな。派手すぎだよね。これで、これの色を、いや、黒だとあれなんで、あー、ここら辺かな。難しいな。これかな。これか。あ、でも白の方がまあいいか。真っ白の方が。白の方がいいね。綺麗でいいじゃん。で、アクセサリーは、まあ、なくてもいいかな。なんでもいいかな。あ、指輪欲しいよね。あ、ある指輪。指輪あった方がいいよね。いいね。指輪は欲しいね。まあ、こんな感じでいいんじゃない？あと何これ？ん？あ、こんなんあるんだ。へえ。うわ。寒い時ね、服。ちょっと待って、アクセサリー、メガネとかこれどうなってんの？メガネってこれ元からついてんの？どうなってんのこれ。
手袋、指輪。横から見せないでやめて。スタイルルック、一応待って、T シャツは T シャツになっちゃうんだよね。セーター、あーこれ分けれるんだね。なるほどね。あれ、これメガネってないんだ。これなんかついてるけど、ついたまんまなの。あ、ここであんのかな。あーだだ、これどれ。いやー、これか、これなんだ。あああ、でもさっきのメガネが一番似合ってるよね、多分。あー、これも悪くないね。さっきのこれだよね。あ、これ合ってるよな。あ、合ってたね。髪の色とか変えれんのかな、これ。アイシャドウ。フェイスペイント。あ、こんなあるんだ。まあ、いらないかな。いや、まあ普通の方がいいよね、多分。あ、ひげね。色を変えるかな。だからこれの、あー、これにしちゃうとなんかちょっとうさんくさくなるんだな。あ、この色って結構絶妙だったんだな、これ。実は。あ、そうなんだ。あ、ハンター。ハンター。ハンター、高橋の方がいいのかな。どうしよう、高橋の方がいいのかな。ハンター、ハンター高橋。ハンター。あ、ハンター渡辺でいいかな。これでいいですかね。まあ大体決まりました。はい。なかなか怪しい感じですが、まあこんな感じでいいんじゃないの。これがね、キャリアが犯罪者って出てるんで、まあ、犯罪者でね、映画で出てきそうな風貌ということで、こんな感じはどうでしょうかね。で、声が、まあ、うん、こんな感じいいんじゃない？うん。これ何これ、歩き方？やりすぎだろ、お前。あ、これぐらいがいいんじゃない。あ、意外とこれおすましな感じいく。あ、半じゃないよ、お前。あー、でもこれがっぽいかな。どれがいいかな。これはさすがにやりすぎ。これはなんか普通すぎるよね。犯罪者っぽくないよな。これはちょっとやりすぎなんだよな。これかな。これか。まあ、これもいいかもね。
あのこれでもいいのかな。まあでもこれかな、これかこれ。ちょっとお姉キャラっぽくするか。ゲームとかでよく出てくるよね、日本の昔のこういう感じでお姉言葉の店員さんとかさ、あるよね。いやでもさすがにこれ、あーこれにしようか。いやでもな、これ変えれないんでしょ。これ結構大事だよね。意外とね、これこんななりしてるけど、あでも美意識高めでいいんじゃない、これね。これでいいかな。はい、これ何これかっこいい渡辺お前やるな。どれがいいかな。なんかすかした感じの方がいいんじゃない。あーこれもいいかもね。あかっこいいじゃんこれ。どれかな。このこれは何、これで表示されんの。いやじゃあこれちゃんと考えないとダメだよね。いや鬱陶しいなこれ。あーこれこれかっこいいかもね。かっこいいってなんだよかっこいいってなんだよお前。あこれこれでいいんじゃないこれで。はい、で何でしょうかこれ。ニュークレスト、まあ一番左からやった方がいいのかな。何したらいいの。あそうだ、一応ねテストでちょろっとだけやったんですよね。テストじゃない、前にねちょろっとやったんですよねこれで、確かなんか、なんだっけなぁ。あ、これだ、これ、エミリー。この人が、あ、チュートリアルね。はいはいはい。こういうの人が出てくるんだよ。はいはい。で、適当に選びましょう、みたいな。話なんですが、まあよくわかんないんで、これにしときましょう。はい。これでいいのかな？渡辺。あ、これでこういくんだ。まあこれでいいんじゃない？はい。え、なんかあんの？わかんないわ。デイジーボブル、渡辺やばやばいな、これすごいな。ちょっと待って、でこれで一時停止とかができると。で基本的にはまあほっといてもそれっぽく動いてくれるんだよね。だけどまあある程度はこっちでジョークスターなんだ。笑わせればいいんだ。悪党なんだ。あ、これなんか仕事があるんだ。休暇日数3日しかないじゃん。いたずらスキルでレベル3に達して、そうなんだ。何してんのまあてな感じで、ね、もしかしたら、キャラを変えるかもしれませんが、まあ、今回はこんな感じでね、キャラメイクをしてた。寝てんのかよお前、目を開けろお前、目を開けろお前っ
というわけでね、今回はね、キャラを作って楽しみましたと。いうことで、まあ次回があれば、またね、楽しくやっていきたいと思います。お疲れ様でした。いいのか、これで。